デミーロです。今日は、アイズワンのヴァンパイアのハイタッチ会に行って、デミーロはウンビちゃんのハイタッチとサイン、姉がさくらさんのハイタッチと、カード渡し会とサイン会をやってきたのでレポしたいと思います。まず一部のハイタッチ会に参加してきたんですけど、まあ、この名札をつけていって、そうしたらうんびちゃんが名前を呼んでくれるんですよ。で、普通にハイタッチして何か喋ろうと思ったんですけど、うんびちゃんがおって言ったらもうお時間ですって言われて、一部のハイタッチ会は終わりました。次、3部のサイン会に参加してきて、うんびちゃんがこう書いてる間にさっき話せなかったんで、うんびちゃんこれ作ってきたんだよっていう風に言ったら、うんびちゃんが可愛いって言ってくれたんですよ。で、10月14日のサイン会の前日、台風がすごかったのいつだっけ、12日が大きい台風が来てて、そのことをうんびちゃんがすごい心配してくれて、台風大丈夫だったっていう風にうんびちゃんが言ってくれたんですね。で、だからうんびちゃんありがとう、大丈夫だったよっていう風に言って、家は大丈夫だったのってうんびちゃんが言ってくれたので、家は大丈夫だったよっていう風に言ったんですよ。で、コンサート楽しかったよっていう風に伝えたくて、うんびちゃんコンサート楽しかったよっていう風に伝えたら、どこに来たのっていう風に言われたんで、ソウルと幕張と埼玉行ったよって言ったら、うんびちゃんが3つも来てくれたのって、韓国人の方ってこうやって3やるんですけどね、3つも来てくれたのありがとうってうんびちゃんが言ってくれて、すごい楽しかったよっていう風でお時間でーすってなりました。で、うんびちゃんにバイバイしてサイン会は終わりました。なくて一部のさくちゃんのハイタッチに行ってきました。これ作ったことをさくちゃんに話したら、すごい器用だねってとても感心してくれたのを覚えてます。それでお時間ですになってしまいました。以上、一部のハイタッチでした。さくちゃん2部カードお渡し会も行ってきました。一部の時に名札につけたこれの話をしたので、これの話題をまた引っ張って話しました。よくじーっと見つめてくれて、もう感心、ただすごい、すごいねーの一言。これを作ったよって話、画用紙なんだね、器用だねって話をしました。職業を明かしたら、大変頑張ってねーって励ましもいただいた。励ましもいただいた。で、2部のカードを私は終わり。お時間でーす。という悲しい。響きが、これが3部のサイン会。さくちゃん見てください、ずっと好きって書いてある。そう、いいでしょ、もうこれは始まってどうぞって言われた瞬間、さくちゃんもう今日でこれ最後、これで今日は最後なのって言った瞬間、すんごいしょんぼりな顔をして、って言われた。悲しい、悲しいって、でもまた来るよねって言ってくれて、また来るって言いたくなって、やっぱあのしょんぼりぬの顔見たら何度でも行きたくなるね。何喋ったの他に、うんびちゃんも作ったよって話して、あ、これで、そうそう、で、すごいまたここで器用なんだねって話をして、そのしょんぼりぬで終わったから、また来てねーって、似顔絵を描いてくれてたんだけど、なんか一部ぐしゃぐしゃってなってる髪の毛の部分、あ、事故ったじゃないけど間違えたみたいな感じで失敗したらしい、さくちゃんの中では。
でもこれは可愛いよ。うん、そうそう、似顔絵描いてくれるなんてすごいね、さくちゃん。すごい、あっという間の再会でした。はい、っていう感じでハイタッチ会のレポでした。でまた12月も行くので、その時にレポをしていきたいと思います。トピースデミーロでした。